ミシェル・キコイン、ミシェル・キコイン、ミヒエル・キー・コイン、ミカエル・キー・コインベラルーシ語、ロシア語、ミハイル・キコイン1892年5月31日1968年11月4日は、帝政ロシアに生まれ、フランスで活動したユダヤ系画家であり、特にエコールド・パリの画家として知られる。1892年5月31日、ミハイル・キコインとして、 帝政ロシア、ゲンベラルーシ共和国、ホメリ州のレチツァに生まれた。チチペレツキコインは、ビーツプスク、ゲンベラルーシ共和国の銀行員で、母方の祖父は、ラビ、ユダヤ教の宗教的指導者であった。一家はミシェルが生まれて間もなく、ビーツプスクに近い小村、レーゼクネ、ゲンラトビア共和国に越した。1904年、一家は、ミンスクに引っ越し、ミシェルは、 クルーガー美術学校に入学。ここで、仕立て屋の見習いをしていたシャイム・スーティンと出会った。二人は1910年から共に、ビリニュス、ゲン・リトワニア共和国にある美術学校、ゲン・ビリニュース芸術アカデミーで学び、ここでに出会った。三人は、パリで勉強しようと決意し、キコイヌとクレメーニュは1912年に、スーティンは1913年にそれぞれ突伏した。 ヒコイーヌは一旦親戚のもとに身を寄せ、エコールデ・ボザール、国立高等美術学校で、フェルナイ・コルモンに指示した。1914年、ヒコイーヌは、ミンスク高校で知り合ったローザブ・ニモビッツと結婚して、パリ中国の集合アトリエ、ラリューシュ、モンパルナス地区パッサージュ・ド・ダンツィーグ・ニ・バンチに引っ越し、ここで、クレメーニュ、スーティンと再会した。このアール・ヌーボー様式の3階建てロタンだ。 円形建築物は、1900年のパリ・万国博覧会の際に、ギュスターブ、FL ・エッフェル、1832から1923が、1978年から1985年にかけて廃止、解体され、跡地に、ジョルジュ・ブラス・サンス公園が作られたの近くに、ボルドーワイン館として設計したものだが、1902年に彫刻化。 1850から1934が、これを買い取り、周囲にアトリエを増築し、計140室、欧州各国からやってきた貧しい画家や彫刻からに、提供していた。特に1910年代には、ソ連や中東王のユダヤ人弾圧を逃れてきた若い芸術家がここに集まり、貧乏人のビラメディチと呼ばれていた。ヒコイいはここで、マルクシャがある。 1887から1985、オシップ・ザッキン。1888から1967。1898から1986。アメデオ・モディリアーニ。1884から1920。フェルナン・レジェ。1881から1955。ダニであった。妻・ローザは1915年に第一子。クレール。1915から2013。 1920年に第2子ジャックを出産し、二人ともな流種で育てられた。ミシェルとローザは、ジャックの出生時にユダヤ系ロシア人のヤコブという名前を付けたが、出生届けの際にフランス語読みの名前、ジャックにするよう命じられたという。なお、ジャックキコイイヌは、現在、画家、彫刻家としてパリで活動している。 第一次世界大戦が勃発すると、キコイヌは、志願兵として従軍した。1919年、パリパックのシェロンガロ1915年12月、画商ジョルジュ・シェロンが、ラ・ボエティエ通り56番地に、解説で、最初の点が行われた。自由フランス海軍コマンド部隊の軍装としても、知られる、美術評論家のがキコイヌの絵画について、記事を書いたことが、 きっかけとなり、美術品収集家のが、油絵15枚とデッサン40枚を買い取った。1922年から1923年に、かけて南仏に滞在していたスーティンを訪れ、セレアカーニュイコールシュルイコールメール、アルプイコールマリティーム県の風景を見出すことになった。1926年、ヨンヌ圏アネイコールシュルイコールスランに一軒家を購入。 あとの1987年が、すぐ近くの,のノワイエイコールシュルイコールスランの美術館に、多数の素朴派画家の絵画を寄贈し、素朴派美術館が設立された。1927年に、ラリューシュを去って、一旦、モンルージュに引っ越し、1933年に再び、モンパルナスに居を構えた。1939年、第二次世界大戦が勃発すると、キコイヌは、 招集を受け、エーヌケンソワソンの近くに駐屯する予備軍に入隊した。駐屯兵の生活を描いたグアッシュ画が残っている。1942年、キコイーヌ一家はトゥールーズ近郊に住む息子の元に身を寄せ、戦後、パリに戻った。1950年代から活動を再開し、主に1951から1982で活躍した。 1964年に同店のグランプリ受賞。また、1950年以降に弟が住んでいたイスラエルをたびたび訪れ、個展も開催している。晩年は、娘のクレールが住む南仏に滞在する機会が多くなり、1968年11月4日、カンヌで死去した。なお、娘のクレールは、実業家、アメデ・マラティエと結婚し、 パリ3区のユダヤ芸術歴史博物館の設立に貢献し、エコールドパリの作品のほか、同館の最も貴重な収蔵品の一つである、カリアンの祭りのカリアン、幕や19世紀のオーストリア、またはドイツ南部で使われていたものを再現を寄贈した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。